こんにちは、野菜の日チャンネルです。今日は昔ながらの懐かしい形のクリームパンを作ってみました。カスタードクリームは卵1個で簡単に電子レンジで作っています。少し甘めの歯切れのいい生地に優しい甘さのカスタードクリームが入った美味しいクリームパンになります。最後までぜひご覧ください。まずぬるま湯にバターを入れて溶かしておきます。熱いお湯に溶かした場合はぬるま湯になるまで冷ましておいてください。容器に材料を全部入れて混ぜ合わせます。生地が一つにまとまったら、生地を切るようにしながら2分間よく混ぜ合わせてください。滑らかになったら、生地を容器の中心に寄せて、60度のお湯で温めて2倍になるまで発酵させます。カスタードクリームを作ります。耐熱ボウルに卵を入れてほぐします。砂糖と薄力粉を入れてよく混ぜます。この時は小麦粉の塊がなくなるまでしっかりよく混ぜてください。バニラペーストかバニラエッセンスを加えてよく混ぜます。温めた牛乳を少しずつ加えてその都度混ぜます。熱い牛乳を一気に加えると卵が固まってしまいますので気をつけてください。全部入れ終わったら、ボウルの底からしっかり混ぜて、ラップをして600ワットの電子レンジで1分加熱します。取り出してよく混ぜて、ラップをしてさらに2分加熱をします。この時点で、こんな風に蒸しパンのような表面になります。泡立て器かハンドミキサーを使ってしっかり混ぜてください。この時によく混ぜれば混ぜるほど舌触りが良くなってツヤも出てきます。さらにラップをして電子レンジで1分加熱をします。取
取り出してバターを加え、さらにしっかりよく混ぜます。混ぜれば混ぜるほど滑らかな美味しいカスタードクリームになりますので、頑張って混ぜてください。広めの容器に入れて平らにならし、表面が乾燥しないようにラップを貼り付けて完全に冷ましてください。急ぐときは冷凍室ですぐに冷やしていただいても大丈夫です。生地が2倍になったら取り出して、表面に強力粉をたっぷりつけながらガス抜きをします。6等分に切り分けます。切り分けた生地のシワのない部分を広げるように丸めて、このまま5分休ませます。休ませた生地を手で軽く押して平たく伸ばし、綿棒で直径12センチの円に伸ばします。クリームがしっかり固まっていたら、6等分に切り分けます。完全に冷めると固まってパンに入れやすくなります。切り分けたクリームを生地の中心に広がらないように置いていきます。生地を半分に折って貼り合わせます。平たくして焼くと、焼く時間も短時間で焼き上がります。貼り合わせた生地にカードで4箇所の切り込みを入れます。2センチくらいの深さで均等に入れてください。天板に並べるときは間隔を均等に取っていただくと、発酵した後の目安が分かりやすいです。乾いた布をかけて 2.5 倍になるまで二次発酵を取ります。生地が十分に膨らんだら、表面に溶き卵をまんべんなく塗ります。すぐに190度に予熱をしたオーブンで12分焼きます。
こんがりといい色に焼き上がりました。焼き色がつかない場合には少し時間を延ばしてください。クリームがたっぷり入っていても飛び出すことなくきれいに焼き上がります。焼きたてはクリームが厚く甘みをあまり感じないかもしれませんが、しっかりと冷ましていただくとクリーム本来の美味しさが出てきます。生地はふわふわでサクッとした歯切れのいい生地です。懐かしい形に甘さ控えめのカスタードクリームがたっぷり入っています。電子レンジで簡単に作れるカスタードクリームで、ぜひ美味しいクリームパンを作ってみてください。濃厚なクリームがお好きな方は、概要欄に材料を載せていますので、そちらを参考にしてください。ぬるま湯にバターを入れて溶かす。容器に材料を全部入れて2分間よく混ぜる。生地を容器の中心に寄せて一次発酵。2倍になったらガス抜きをして6等分に分ける。丸めて5分休ませる。綿棒で直径12センチの円に伸ばす。カスタードクリームを中心に乗せて生地を半分に折って貼り合わせる。貼り合わせた生地にカードで4箇所の切り込みを入れる。天板に並べ、乾いた布をかけて二次発酵。生地が 2.5 倍に膨らんだら、表面に溶き卵をまんべんなく塗る。190度に予熱をしたオーブンで12分焼いて完成です。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。